夫をベディゲン、夫をエドワールト・ベディゲンは、ドイツ帝国海軍の主艦。最終的な階級は、大尉で、第一次世界大戦における、潜水艦の艦長であった。夫をベディゲンが乗った砲艦、ファーターラントの写真。夫をベディゲンは、リンネル製造業者の、11人目の、子供として生まれた。ベーバーライ・ベディゲン社。 ウェブライウエディジョンは現存している。多くの系統に分かれたその家族は、ラーフェンスベルガーランとい有数の名士であり、何世代にもわたって、プロテスタントの宗教家、科学者や作家、商人を輩出してきた。ベディゲームは、士官候補生として、ドイツ帝国海軍に入隊するため、1890年から1901年まで、故郷のフリードリヒスギムナジウムに通学する。 以前として、プロイセン系の貴族が優位を占めるドイツ帝国陸軍に比べると、海軍は市民階級出身の野心的な若者に徹底して昇進の機会を与えていたのである。1902年、ベディゲンは士官候補生になり、1904年には海軍将尉に昇進する。1906年の5月、彼は当時、 ドイツの咀嚼地であったチンタオに配されていた東洋艦隊に配属された河川砲艦ファーターラントの紹介主官を務めているドイツに帰還するとベディゲンは1908年に潜水艦隊へ転属したそれはまだ創建の中途にあったのである1909年4月から1910年9月までの間彼は U1、U2 そして U4 の紹介士官を務める。それから U4 で初めて指揮を取ることとなった。1911年10月1日に U9 の艦長に就任するまでの数年間に一時的に SMU3 と SMU5 の指揮を取っている。U9 は当時最新の潜水艦であった。1912年4月25日、ベディゲンは大尉に昇進している。 1913年5月の演習では、訓練魚雷4本で、戦艦3隻に命中させている。UQ の乗組員。中央に立っているのが、オットー・ベディゲン。第一次世界大戦の勃発から数日後、ベディゲンの UQ は、他の9隻の潜水艦と共に、ヘルゴラントから出撃した。ドイツ潜水艦による、初めての作戦行動は、失敗に終わった。 二隻の潜水艦が失われた。また、u 級は、機関故障のため数日で引き返す羽目になり、復帰には、その後6週間要した。その間、オットー・ベディゲンは、休暇をもらい、幼馴染と結婚した。1914年4月20日、u 級は、ヘルゴラント海軍基地から西方へ向けて、紹介に出撃した。 1914年9月22日の朝、フークファンホラントの北方約 50km の海域で中列陣で航行する3隻のイギリス海軍の艦艇が指認された。ベディゲンは続く75部の間に、それらのクレッシー急走行巡洋艦、アブーキア、ホーグを呼び、クレッシーを次々と撃沈する成功を収めた。クレッシーの艦長、 バートラム WL ニコルソン、バートラム WL ニコルソンの報告によれば、アブーキアの見張りは、UQ の戦場橋を流木と取り違えたとされる。偶然、クレッシーの弾薬庫に命中した魚雷は、大爆発と乗員の混乱を引き起こした。救助の急がれるクレッシーにとって、悪いことに、乗員のほとんどは、戦闘を経験したことのない予備役軍人だったので、ある。 ドイツ側にとって大成功となったこの行動には戦術的な能力のほか幸運も大いに関わっていた。とはいえ、ベリゲンは後の報告で敵兵の勇敢さを率直に認め明確に強調している。イギリス海軍の乗員約1500名が命を失った。800名の生存者はイギリスの漁船やオランダの蒸気客船フローラとティターンに救助された。 UQ はイギリス海軍の艦艇から追跡されたものの損傷を受けずにヘルゴラントへの帰還を果たす。続いて、ビルヘルムスハーフェンで勝者として歓迎されている。オット・ベリゲンはドイツ国民のほとんどから戦争の英雄として称賛された。三隻の敵艦の迅速な撃沈は潜水艦を戦争遂行の兵器として定着させる自責となった。それは ドイツの潜水艦隊にとって、それまで、不可能と思われていた成功だったのである。オット・ベディゲンは、皇帝ビルヘルム2世から、第2級及び、第1級鉄十字章を受章した。残りの上院20名は、第2級鉄十字章を授かった。以後、悠久は、司令塔に、鉄十字をあしらうことを許されたのである。それからちょうど3週間後、 ベリゲンはアバディーンの近海でイギリス海軍の防護巡洋艦ホークを撃沈し1914年10月24日にドイツの海軍士官として初めてプロイセン王国の最高の勲章であるプルルメリット勲章を受賞したドイツ帝国政府は国際法に反し無制限潜水艦作戦を布告するしかしこれは 明らかに敵国の商船の撃沈を目的としたイギリスによる、これまた国際法に背く、海上封鎖に対応するものであった。その中で、ベリゲンも三隻の商船を撃沈した。1915年1月、ベリゲンは、自席士官、ヨハネス・シュピース、ヨハネス・スピーズの責任による負傷により、指揮権を返上しなければならなかった。 その傷が言えると、2月13日に U29 を任される。重油を燃料とする U9 に比べると U29 はディーゼルエンジンを搭載していた。3月10日、U29 はゼーブルヘからベディゲンの指揮のもと最初の紹介に出る。アイリッシュ海の作戦海域に到着すると、その後の数日間に4隻12。 934相当を撃沈したのである。ベディゲームは、商船を撃沈するのに方を使用せず、魚雷で行った。スコットランドを迂回しての木と U29 は3月18日、ペントランド海峡でイギリス本国艦隊に遭遇する。それは、スカパフロー基地へ帰還する途上にあった。土球戦艦、ネプチューンへの来撃に失敗すると、艦の潜望鏡を、 戦艦、ドレッドノートに発見されてしまう。ベディゲンは先行するも、間に合わなかった。午後1時40分には、ドレッドノートが艦に体当たり攻撃を仕掛ける。その際、少しの間、艦首から水面から突き出て、潜水艦の番号が露見した。それから U29 は沈没し、夫をベディゲンと乗組員は艦と運命を共にした。それは、 第一次世界大戦中、ドレッドノートが取った唯一の戦闘行動であった。1917年から1918年にかけて建造された巡洋潜水艦 U140 はベディゲン大尉と名付けられている。オットベディゲンはドイツでセンセーショナルなことと受け止められた軍事的成功により戦争の英雄として称賛された。故郷の街は 彼が32歳の時、名誉市民の称号を送っている。彼の英雄の死として称揚された創生の後、その崇拝と伝説家はほぼヒステリックな道をたどり、皇帝に忠実な大衆史によって濃厚な宣伝色を添えられた。ビールジョッキー、メダル、飾り皿や郷像が大量に流通した。そのうち、ほとんどどの家庭にも、 ベリゲンの記念品が一つはあるとまで言われるようになった。第一次世界大戦中、この艦長を上回る賛美を集めたのは、後の1918年4月21日に、撃墜された、戦闘機パイロット、マンフレート・フォン・リヒト・ホーフェンくらいであった。バイマール共和制の時代でも、この海軍士官の思い出は生きていた。映画監督のハインツ・パウルは1927年、 カール・デフォークト主演の劇場映画 U29 ウェディジョンを上映する。ナチスの政権下で、かつての戦争の英雄の記念が再び促進され、数々の伝記が執筆されたのである。キール大学を結成した。ドイツの潜水艦隊が再建された時、1935年に最初に新設された船体には、ベディゲンの名を冠したのである。最初の司令官は、 カール・デー・ニッツだった。UQ は帝国海軍の SMUQ と同様に司令塔に鉄十字章をあしらった。この時期、ライツ社がライカのブランド名の下ベディゲンと名付けた水中カメラと双眼鏡を製作している。第二次大戦後、オットベディゲンはリヒト・ホーフェンとは異なり、海軍に関心のある人を除けば忘れられた存在となっていった。 1950年代の初め、パーベル名ビヒ出版社から、有給やベディゲンを題材とした、1953年の、ベディゲンとともに、大いなる戦争の公開へ。夫をベディゲンの聖火記念の名盤ヘルフォルトでは、フリューヘアレン通りの角、ペーターズ・イリエンにある夫をベディゲンの聖火に、記念の名盤が取り付けられた。ベディゲン・ウーファーは彼にちなんで名付けられた。 市内の、オットベディゲン海軍戦友会も、彼を記念している。ドイツ連邦海軍の悠久も、また、鉄十字章を廃する。キール海軍基地にある木山橋の一つは、彼にちなんで、ベディゲン山橋はなお、現存している。また、オーバーハウゼン市のシュテルクラーデ地区、オーバーハウゼンスタークレードでも1936年、タール通り、サルストラッサが彼の名にちなんで、 オットー・ベディゲン・通りオットー・ウェディジョン・シュトラーセと解明された。フライブルク、アウクスブルク、ハノーファー、アウリヒ・ミュンスター、オルデンブルクの各市では、同様に通りの名前が彼にちなんでいる。ニーダー・ライム地方の小都市、ノイケル・ヒエン・フリュンでは、1919年に作られた、繁華街にある、三つの通りに、彼の名がついている。 デュッセルドルフ・ニーダー・カッセルでは1935年から射撃協会の中隊が彼の名を冠している。クックスハーフェンにある施設博物館、ユーブートアーカイブの部屋、オット・ウェディジョン・ラウムは彼にちなんでいる。ヘルフォルト出身の第一次世界大戦における戦没者のリストに見られる、オット・ウベディゲンの名前。UQ ・ウェディジョン監督、ハインツ・パウル脚本、ビリー・ラート、 ウィリー・ラース出演、カール・デ・フォークと、マティルベズ・スイン。他、1927年、ドイツ。占領下のラインラント地方では、連合国ラインラント占領委員会から、工場を乱す恐れありとして禁止され、カットしたものが数週間後、ブルーダー、UQ、カピタン・ウェディジョンと解題されて公開された。改められたタイトルは、ある部分では等を得ている。 本作では、ドイツ・イギリス艦の潜水艦船を超えて、両国の個人的な家族の物語が、悲劇的な兄弟同士の戦いとして展開するからで、ある。ベディゲムは、海軍の剣というよりも、情緒に満ちた英雄として描かれている。お参照。ありがとうございます。